服着替えたいなー、このキャラクターたちでも。チャンプルタウン行こう。小道通らんといけないんだな、基本的にな。アサシンの汗。アサダンの汗か。どこ見とんの？かわいい。やっぱ進化前のポケモンは掃除でかわいいな。ほんと。闇並みとかも進化すんのかな？進化したら弱点しかないみたいな。お、配達員だ。こんにちは。ちょっとだけ楽ちん。何が？寒い場所で楽になるやつある？あ、滑り落ちようと、アーマーガーだ！おいおい、大負けじゃねえか、これ。鋼と飛行でしょ、こいつ。わかるわかる、さすがに。エアームドみたいなもんだよね、要は。まあ、でも、ポカしかいないか。久々ポカが戦うな。怖い顔、まあ、焼き尽くせばいいでしょ。泥かけが効かないのがきついな、飛行タイプは。やっぱり効いてほしいんだけどね。燃えろ。全然効かんけどね。なんで威力低いのか。でもこいつ以外この技っていうかいける技がないでしょ。鋼って何に弱いの？そう、格闘もさ弱いけど飛行があるから効かんもんな。引っ張りも燃えてくれよ。ついばむ、こんなやつがついばむってもう言い穴くわ。あぶね、強いアーマーが。お、めっちゃレベル上がった。よしよし、アクアリング、ルリルリが可愛い技覚えるな。自分の体の周りを水で作ったベールで巻いたら耐える。いや、いいじゃない、それ、いいじゃない。でも何を変えようかな。泥かけを消すか。どうせ作れるもんね、泥かけは。ルリルリはタンク要員で頑張ってもらおう。尻尾可愛いな、ポカ。こんな感じだった。ネッシーみたいな尻尾だった。回復。よし。あ、ここにいろいろ書いてあるな。ピケタウン、ナッペ山、登山口。戦おうか。戦って、とりあえずここの、町に入ろう。町を、ブックマークしとくわ。バックパッカー。山を登るのと下るのどっちかっていうと、下るのが好き。え、登山の楽しみ方独特すぎないこの人。登った後に下るのをやりたいからやってるんだよねってこと。ワンバトルだ。なんだっけ、進化前で。ドロバンコか。なんか、一気に、大人びたな。でかいな、そうしてこいつ。ドロポケモンだよ、ドロポケモン。地面タイプだよ。ルリルリだ。覚えた、アクアリングを使う時来たな。あ、ペルシアンじゃな、あれ。え、あ、そっか、ニャースいるもんね。ペルシアン。ペルシア、俺、榊様が持ってるやつ知らなはーん。なんです？びっくりしたー。ルリルリの古尊顔見よう。かわよ。で、こういう近く行くとさ、ちょっとモフモフ感があるんだよね、これ。これ、ほら。柔らかそう。ふさふさしてそう。ツルンツルンだと思ってたわ。甘えて攻撃力を下げて、お母さんつって、母性を感じさせてー。いやでも、多分攻撃、物理攻撃技でしょ、今のも全部。あ、ちょっと家着くのに。なんだっけ、頑張るタウンみたいなところ。よしよし。もう支度はできたね。カウンター、カウンター10万馬力、怖い顔、怪力、怖い顔覚えとったっけ、ちょっと忘れちゃった。じゃあバブル構成でちまちま行った方がいいのか。カウンターミラーコートだったらやばいもんね。よかっしー。
よかちー、マジで。いやーい、踏みつけか。踏みつけて麻痺いったっけ。ちょっと怖い。なんか寝てるポケモンをアルクジラが踏みつぶしてる。怖すぎる。まあ見てた。ずっと見てくれてる、ペルシアン。スカウトかな。もしかして、強豪校に、強豪校から使ってる。うん、いい目をしている。そして、甘えるからの、カウンター警戒した、バブル光線。うん、いい腕だ。カキカキ。そんなことしてんのか。バブル光線ってさ、もうちょっと泡メインかと思ったけど、レーザービーム、なんかジェット水圧みたいな、攻撃なんだな。強いよ、君たち。急降下下っちゃった。気持ちも急降下。山ですれ違うときは登る人が優先なのよ。あ、そうだ。あー、こいつ会話のタイミング見やがった。仲間に入れてほしそうにこちらを見ていたのか、お前は。カウンター閉めるか。挑発だと。毛玉に対策をされている。ちょっと待って。カウンターできないじゃん。カウンター攻撃に当てはまるのかな。捕まえてやるか、ペルシアン。じゃあ。わざわざね、来てくれたんだったら。おぐらい。いた。カウンター。あ、挑発って効果切れるんだ。永遠かと思ったわ。スーパーボール。マジでフォークボール投げやすい形してるんやろな。ちょっと待って。ハイパーボール使うか。なんだっけ、この豚の名前。トングステンみたいなやつだっけ。よっ、痛い。毛玉が死んでしまうわ。痛い。仲間になりたいんじゃねえのかよ。なんでこんなに痛い目合わせるの。絶対諦めねえかな俺。絶対に許さない。スーパーボールだ。いや、あの体力はもう何の攻撃してもさ効かなそうというか倒れそう。ちょっと進化系はしんどいのかな、捕まえられるのが。許せないんだけど。オッケー。なんだ今の。風で飛んでいきそうな音は。バトンタッチ。またバトンタッチ。進化した後でもバトンタッチ覚えるんだ。しつこいな。覚えさせろってこと？ペルシアン、シャムネコポケモン。シャムネコって概念あんの？ポケモンの世界に。じゃあもうそれシャムネコじゃん。毛並みが美しく、ペットに従う人も多いが、すぐ引っかいたりするので手強いと。なるほどね。名前、あ、ミスだ。名前チャクラにしようと思ったのに。くそ。ダメか。連打しすぎよくないな。あれ、対策してほしいわ。うわ、びっくりした。ポポッコになってる、もはや。お、トロピース飛んでる。トロピース飛べるんだ、ちゃんと。痛めだけかと思ってました。ポポッコになると、じゃあ、わたっこになると、あれなんだな。ちっちゃくなるんだな。あ、バス停がある。じゃあ、チャンブルタウンのこれ、あれか。なんていうの、元トカゲの停留所みたいな。ポケモン勝負してます、してるよ。こんにちは。嘘。あいつらじゃあ何だったんだ。人じゃなかったのかな、俺。バケダヌキと戦ってたかもしれん。ちょっと、毛玉ちゃん、ドーピングするか、今。経験、雨あるから。毛玉ちゃんドーピングでしか俺レベル上げてない気がする、まともに。経験飴マックスだ。ほらー、よしよし。バイプッシュだ。ジャッシュ。2レベル上がると思ったんだけどな。
経験アメ S で1か。ここからナッペ山登山口ってとこに行きたいんだよな俺は。まあ行くか。あれすごい、いろいろここもいる。仲睦まじいな。一旦戻るか、さっきのあれまで。看板があったとこも戻ろう。ブックバードだ。こいつ怖いわ、マジで。サンリオタイムネットに出てくる敵じゃん。ここね。ここ登っていくの？すごいとこだな。なんか登山口にしちゃう、すごい生い茂ってるわ。あんま生い茂らないイメージあったんだけど。生い茂ってるわ。かわ、あ、敷地か？敷地かの進化系ってこと？そんな、あんな見た目なんの？あいつ。こいつ。何こいつ。どっちが構え？どっちが顔これ。あ、そっちが顔なんか。お尻かと思ったそれ。強っ。雪はみ虫タイプかな。あ、見た目的には虫タイプっぽいけど。あ、効くわ。じゃあ虫じゃないのか。古代雪氷タイプ。あ、見てくれ。よし、いいダメージ。レベル38の、なんかまだなんか進化しないのかなこいつ。でもあれか、レベルとか関係ねえもんな。たまたまこの地域に氷タイプのポケモンがいるってことだもんね。で、山が遠いから、初期地点から。まあ、レベルが高いのもうなずけるわ。あ、全然お金、経験値くれない。お、弱いのかな。氷タイプ？氷虫？雪はみ？芋虫っぽい。芋虫！餌は地面に積もった雪。柔らかな新雪の好み。山頂を目指して食べ進む。これもあれ？二段階進化？サナギになって、なんか、蜂とか蝶になるのかな？芋虫で雪はみ、名前何しようかな？あんまいいな。メスか。雪はみ、氷虫、芋虫。食べ、雪を食って山登る。まあ、ビバークにするか。特に理由はないけど。雪、なんか、雪、山を登るときにやりがちな行為じゃない？ビバークって。ビバークにするわ。だからビバークって、いいな言葉として。あ、進化しそう。雪かぶりが次にいるから。いい言葉して雪かぶりだからな。いてもおかしくは、あ、美しい。グルーシャ様。なんあれー。神の使いやー。神の使いが、追わせまする。ちょっとどうしてこれ。戦おうか。グルーシャ様がどうしたのお前。元プロボーダーのグルーシャ様に会いに来たんだけど迷っちゃったの。あ、そう。うわ、みんなは見てきてる。学生は卵が勝負を仕掛けてきた。この人じゃみんなボード滑れるかな。陸クラゲ？クラゲやん。怖ー。しかもちゃんと触腕と足分けてる。何これ、毒だよね。でも言うても毒地面死じゃん。何やってんだよ。まあルリルリ出すか。だいたいなんか、いや、ドウォーと同じタイプだと思うんだよな。地面はありそう。タネパクだ。草なのこいつ。草なの。他に変えるか。いや、もう一回タネパクだ食らったら消滅するもんな。いや、こんなんルリルリにとっちゃメドローわよ。タネパクだなんて。雪、氷ポケモン使えよ。プロスノーボーダーに会いに来たんだから。来る前よ。嫌な音、種爆弾。あいつ格好つけるだろ。両手にチェーンソーみたいなつけてるぞ。語り目？全然弱ってないけど俺。
ゲームの中どの敵も強いんだけど。おっしゃー、ナイス。レベルが高すぎるなー。わー、足だった、あれ。レベル上がって技を、毛玉、お前技覚えられるじゃない。え、頭突きとかの方がいいよな。頭突きにしよう。ダメ押しよりかは。ヘドロウェーブ。ヘドロウェーブ、何それ。ヘドロの波で自分の周りにいるものを攻撃する、毒状態することがある。強っ。あ、でも速攻あんま高くない。毒好きの方が強いんじゃないか、これ。1.5 倍ぐらい耐える攻撃ってか、ステータスの差がある。だったら、ヘドロウェーブをやめて、毒好きのままにいた方がいい気がするな。どうせ両方とも毒状態にできるんだったら。グルージャ様、爆発直前じゃん。その次の瞬間、いやーってしてる。とりあえず山頂に行けば、グルージャ様がいらっしゃる。ナッペ山ジム、見えるかしら。ナッペ山って言うんだ。山頂登るか。これは大変だなぁ。ナッペ山登るの、結構これは、骨がバキボキよ。あ、なんかいる。でかくね、これ。そうでもない?トレーニング。解放者だって。エリートトレーナー?すごいなぁ、もう。パツパツじゃん、服。グローブ金色だし。何しよっかな。でも少なくとも、あれだな。毛玉はもう、出すのしんどそうだな。ポカに変えとくか。戦おう。あえて過酷な環境に身を置く。それが私のなりのトレーニング。なんか地面に埋まってる。地面になんかおるぞ。なんだその流し目ニヒルだ。ドラゴン使い、ドラゴン使いの見た目なんだこれ。セゴール、何それ。もう全く分かんないポケモン来た。新ポケモンだ。ドラゴン、まあドラコケ、ドラコケ効くかな。竜の息吹、初めてのドラゴンタイプだ。でもレベル下がるときはさ、ゴースが埋まってた。いて、氷ドラゴン。相手の行動早いからさ、やだな。なんかめちゃくちゃ当たるな。おかす。おかすよ、それは。麻痺だと。こいつ何なんだ。あ、でも意外と、口すごいな。ペンギンみたいな。ペンギンか?なんかマスクしてるみたいな。形してる。氷の牙。竜の息吹。わからんな。ドラゴンに効く。ドラゴンってドラゴンタイプと氷タイプ以外効くもんある。フェアリーとか効いたりするかな?やってみる、フェアリータイプの技。行ってこい、ベーグル。行ってこい、調査だ。おい、どう?あ、聞いた。え、ドラゴンにフェアリー効くんや。あれ?なんかどっかのじゃんけんでさ、ゾウがアリに勝つ、アリがゾウに勝つみたいなのあるじゃん。あれのことやってんのかな?これぐらいなんか、見た目じゃわからない。ですよね、みたいな。見た目弱そうでも勝てますよ、みたいな。当たんなかった、くっそ。え、じゃあドラゴンタイプにはさ、ベーグル出せばいいってこと?来たな、ドラゴンポケモンって
ドラゴンジムあったっけな。楽しい。普通に吠えるじゃん、犬みたいに。フェイフル。私のポケモンも縮こまっちゃった。こんにちは。ドラゴンは気温によって体温が変化する変温動物が多いの。あ、そうなんだ。だから氷で冷やされるの弱いのよね。カエルみたい。空手を折る。ここ行くの？うわ、すごいな、今回のポケモン。なんか、立地、ちゃんと山に登ってる感があるもん。じゃあ、信号地方とかのさ、切っ先ジムとかもこういうところ登ってたんかな。今、あ、すいません、写真撮らないでください。じゃあ、撮るのやめとくか。撮ろうと思ったんだけど、大吹雪じゃん、大丈夫？もうなんか寒さで。麻痺治んねんだ。買っておこう。空手用でしょ？ちょっと変えとくか、空手。え、でもエスパーとかの飛行がないんだよな。空手って何に弱いんだ？飛行とエスパーしか思いつかんけど。あとある？なかったらゴリ押すしかないんだけど。ゴリ押すか。いかなる相手も我が聖剣に。あんたたたたた！なるほど。やってやろうじゃん。目怖っ。ゴースの目じゃん。空手王のジローはゴリ太郎を繰り出した。無事切れ猿ポケモン。まあ、泥かけでしょ、まずは。フンドの拳。フンド派ないポケモンは。何タイプかもわからんわ。ゴーストかな、色的には。暴れる。パーン。まあ、ここで、トカがやられたとしてでも。あ、持ち、悲しませまいと持ちこたえたやつ。あ、混乱した。愚か者だ。こいつ脳内メーカーで調べたらグっていう字しか出ねえんだろうな。それぐらい愚かだわ。脳内メーカーってまだあんの？存在してんのか。ここまでやったら回復するか。いい気づく薬。ナッピ山の登るの何時間かかんのこれ。ダメ押し。あぶね。混乱解けちゃった。もう一回暴れるかな。あぶね。一回もでも混乱で自分殴んなかったな。とりあえずひたすら殴るしかない。なんか雪山だからっつってあられが戦闘中に降ることないんだね。今もだけか。大丈夫か。それプーン。強っ。クロスチョップって強いくせに九州にも当たりやすいんだっけ。確か長いっすね。毛玉やれるか。やれます。じゃあ行こう。チャンスやっぱ与えたらんと言うてもこの俺のパーティーに一員なんだから。続き。オッケーオッケーオッケー。この身の細さで当たらんかったようだな。ほらこれが武力じゃん。危ねえ。なんかやばいってる、やばいってる。ヤマンバおるって。あっこにヤマンバポケモンおるよ。あ、いたたたた。痛い痛いです。負けたようだな。待って待って、あいつやばいんじゃない？ヤレユータンの親戚なんじゃないか、あれ。それ見たことか、みたいな。で、見た目はなんか似てるぞ。人型っぽいし。なんかヤマンバと言われ恐れられていたみたいなポケモンって感じありそう。こんにちは。でかこいつ。なんだこれ、口大丈夫？中野ちゃん？中野ちゃんって何？ハードン強いって！タイプだよこいつ。わかん
で氷は入ってんのかな。ラプターカノン鋼、ね、お前ラティオスじゃん。あれラティアスのパルデアの姿ってこと。猫魂順番間違えたみたいだな。いやでも鋼だ、焼き尽くす効くわ。中野ちゃんじゃあ噛みつくか、一旦叩きつける。意外と当たらないな、命中率低いのかな、あれで特性かなんかで。頼むな、40レベルだけどなんかの間違いでうまいこと捕まってくれ。中根ちゃんのなんかハンマー取ったら入ってくれそうだけどな。じゃあ、あれつく？めちゃくちゃ外すな。スーパーボールで3回、ハイパーボールだと捕まるんじゃないか。4回、4回くらいいっちゃうんじゃない。1、2、はい、おやこいつの叩きつける。いや、なんで尻尾なん。バークアウト。釣り耐性あるけど、特殊耐性ないとかない。特攻下がってもなんか意味なさそう。物理攻撃しかしてないもん。さあ、捕まってくれ。ここよ。よっしゃー、中津ちゃんを捕まえたと。泣かないんだろうな。お、技覚えた。解放者、来たー来たーのー。ちゃちゃちゃ、え、焼き尽くすと威力同じじゃん。威力ってか、回数同じ。あ、でも、特殊効果が強いから威力が低いのか。戦、あれみたいだな。対人戦技っぽい。解放者でいいよ。中野ちゃん、ハンマーポケモン、フェアリー鋼、大きくて頑丈なハンマーを作るために、切り刻んの群れを襲って金属を集める。モンハンやん。モンスターハンターの人やん、中野ちゃん。中野ちゃんなんかな、中野ちゃんなのかな。ちゃん、継承じゃないよね、絶対。ちゃん、中野ちゃんちゃんって言わんといけんタイプでしょ。アグネスちゃんさんみたいな、さかなくんさんみたいな感じで呼ばんといけないわけだから。名前何しようかな。ぬちゃんを取って、ぬーさんにしよう。いや、なんかぬーさんつっても違和感ない見た目してるもん。でかいハンマー。ぬーさん、今日どこの狩場行ってきたんですか？あ、ちょっとあっちの4番ドールの切り刻んの群れ行ってきたわ。って。言いそうだもん。ポカ死にそう。モンス、マジのモンスター俺って。雪網が頑張って雪食って、あ、グレイシアだ。え、もう進化してるんですけど。なんであいつ、メタルスライムいたぞ。怖っ、え、なんか、え、あ、こいつクレベースか。びっくりした、なんか俺の、うわぁ画面が、真っ二つに割れてるんかと思った。エクスレッグ。なんか6文字になってから、名前のバリエーションが一件増えたな。エクスレッグなんて名前つけられなかったわけだもんね。バッタン進化系でしょ。捕まえますけど、喧嘩売られたし。虫食い強くない、効果今一つのはずなんだけど。いや、いや、いいか、買い物しますか。相手早ー。いや、もうバッター持ってるから、進化前のポケモンもまだ捕まえる必要ないな。進化させた時に愛着持った状態で進化させよう。あ、ドータくんだ。え、ドータくんいんの。俺ドータくんつけ、あいつなんか、アナクボポケモンみたいな見た目してるよな。マジ。ギエピーの系譜だもん。かわよすぎるだろ！お主。取ったるか、仕方ね。
喜べ喜べ、うわあ。かわいい、マジデリバードバチかわいいやん。あぶねえ、あと何しよっかな。虫歯ポーズするか。あ、でもかわいそうな顔してる。ピースガオピースだろ。お前デリバードにガオなんてさせるかよ。ここにしよう。やべ、なんか絶対にこいつが映る。ここにしよう。よいしょ、逃げる逃げる。やめて、あー、嘘でしょ、やだ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 、あー、なんで不思議と生きてます。あ、上まで戻れる。はい、あぶねー、そんな精度あんの。あぶねー、よかった。あ、違う、捕まえなきゃ。死なんでしょ、ごめんね。よし、まあまあまあ、そういう時もあるさね。え、ライトできない？嘘だ。どこだ？いや、つら、つらすぎる。乗れた、乗れるじゃん。なんでダメだったんだろう。え？なにこいつ？人影？どっち？ポケモンにつけていい名前じゃねえだろ、ポチって。ゴーストタイプのポチってこと？眠んな。ゴーストポケモンじゃん。眠って元気になった。はいはい。同時にやってくれればいいのに。で、寝てるやん。で、次も寝てんだっけ？サガンゴーシャル撃って、ポチ35レベか。ちょっと使いたいポケモンだな、見た目好きだと。これでも捕まらんかったらやばいか。ライツゴー、よし来ました。捕まった、ポチのロー、ポチだしローだし、お化け犬ポケモン。人と関わることなく命を落として野良の犬ポケモンが生まれ変わったと言われている。え？じゃあ、なに、ウィードってこと？銀狼伝説みたいな。あったよな。俺、ウィードだけ読んだことあるんだよな、少し。外伝のやつ。ウィードにしよう。ウィード死んだらこうなるんか、お前。ぼっち、あ、進化しそうじゃない。ここはフリッジダウン。あ、これあれじゃん、なんか言ってたところじゃない。お、久々に買い物でもするか、フリッジダウンで。こんにちは、本日いかがなされました、買いに来ました。あ、こういう系が売ってんのか。あ、でも欲があったらとか欲しいかも。え、じゃああれ？ベーグルにさ、バトンタッチ覚えらせて、奮い立てるとかやった後に、この辺も全部ぶちかまして、バトンタッチしたら、いいってこと？なんで特防だけ高いの？防御だけ高くない？いるかこれ。まあ、なくても、あ、あった方が嬉しいか。でも、他に辛い症状の、あ、お薬屋さん？何に役立つんだよ、薬が。リーダーとかが。これ何？なんで、なん、読めんわ。ここ何屋だろう？ローリングドリーマー。何それ、怖っ。4巻セット。あー、ご飯か。
高くないですか？経験値パワー虫。経験値パワー虫？おい。これ限定4回セットあられ食うしかなくねえか？食べよう。これなんて読むの？え、これ氷でしょ？これあられだよな。で、霜でしょ？これ何？俺初めて見たよ、この字。雨にエイってなんて読むんだろう。今調べるわ。雨。カットしろよって思うけど。雨。英語のエイ。みぞれ！みぞれってこんな字書くの？あ、そうなんだ。これにしよう。お小遣いで払います。下先で溶けろ、雪のような極上へとご案内いたします。お願いします。食いてぇ。どんなんなんだろう。うまそう！てか、この世界にこういうのあるんだ。え、なんか魚の切り身ない？コイキングとかかな？うまーい！よし、薄暗い撮影しました。来たー。ここは？入れない。服屋とかないかな。服屋ちょっと探してんだけど。あ、ここら辺かな。うー、寒寒。服屋ここかな。え、なんかレストランっぽいな、ここも。あれ、あれでしょ。あ、まあ、後で買っとくか。あ、これ入れない。今買うか。レシピだ、レシピ。レシピっていうか、ピクニック。材料だ。スライスエッグ、焼きチョリソー。めっちゃ買うこれ。はい。適当に。生ハム。生ハムキュウリはうめえだろうな。トルティージャ。トルティージャって何？トルティーヤのこと。LP で払おう。思ったよりかかるわ。焼きベーコン。LP で払う。焼きチョリソー。LP で払う。結構 LP、LP ってどうやって貯めるんだろう？スライスエッグ。安いな、スライスエッグだけ。何にでも使えるからか。ないです。え、10個ずつ買ったのに。プレミアボールくれんかったな。画滅。あとは、服屋とかはないのか、ここら辺は。いくら順番通りじゃなくていけるっつっても、ここを挑めないな。あ、すげえ、ライブハウスみたい。音響がしっかりされている。ここから、おらー！なめんな！これどうやっていくんだろう。どっから回っていけばいけんだ、これ。こいつ乗ったらいける？絶対届かんな、これ。やっぱここからなんじゃないか？ここでしょ。くそ！ほら！諦めんな！やめます。ここからじゃあ、次の目的地を決めていかないといけないのか。北3番エリア一応こっち目指しつつ、まあ、でも目的地的にはこっちなんだよな。もうちょっと左側カチカチツンツン。楽しんでる。子供の無邪気さかわいいよな。